高だね。そっち行く？分かった。うん、まあ、腕元ホテルが、はい、あちらでアルコール含めたドリンクご注文いただけます。分かりました。お食事オードブルの盛り合わせをご用意しておりまして、はい、おいくつご用意しましょうか。4つ、はい、アレルギー大丈夫？大丈夫です。かしこまりました。はい、それでも私手続きの書類とか全部作っておきます。すみません、はい、お願いします。だもう終わったんです。大丈夫です。どうぞ、伺います。あ、こちらどうぞ。白ワイン。はい、白ワインですね。じゃあ2種類ございます。サブニョンプラン、こうしたロドネ。サブニョンプラン。お待たせいたしました。こちらを伺います。お待たせしております。これ茶色の、あ、はい、どうぞ、ありがとうございます。はい、ママはこれね、はい、あ、いいですか、大丈夫ですよ、はい、ありがとうございます。ママいる、私もじゃあ、これ何ですか。あ、こちらもおそらく抹茶だと思います。あ、そうですね、はい、じゃあ俺もせっかくない、じゃあこれを、はい、はい、すいません、ゆっくりお過ごしくださいませ。じゃあ乾杯する、乾杯しようか、乾杯。あれ、これね、コーラの、コーラのカクテル、濃すぎてまだ一人しか乾杯。コーラのカクテル飲めないんですね。はい、それチーズ。僕も。はい、こちらがカクテルタイムで、出してもらった料理です。最高です。小学生は7時までということで、チェックインよりも先に、こちらの方入れてくれました。カーポン、ミヤコホテル最高やろ。とにかくね、サービスがね、すごいね、ちゃんと気が利くし、サービスいいし、本当リニューアルされてるね。そしてここがリビングです。そしてお水。はい、ここに有料かな。これはもちろん有料です。そしてイエロー。ツインルーム。ここにもバスルームあります。あれ、はい、こちらにコーヒーメーカーあります。イリですね。2ベッドルーム、もちろんスイート。いやいやいや、ほんとありがとう。おっと、ここに
パジャマちゃんと4人分あります。あれサムエすごいなこれ。あ、これスパ用ですね。これがスパ用、そしてスリッパ、うわめっちゃふかふか。でトイレはこちら、あ広めの釣りです。おーありがとう。はい、こちらが以上となります。もう向こうもう取った。ちょっと眺めがこれで、ただちゃんと和式の庭園があるのでまあいいかなと。ありがとうございます。都ホテル最高です。はい、こちらバスルームです。これは女性用のポーチですね。いろいろ入ってます。そして下に、バスアメニティ一式揃ってます。タオルは豊富、そしてバスローブもこちらに。では中を見てみましょう。はい、こちらがバスルームです。はい、今入りのレインシャワー、そして通常のシャワーに、はい、ここにも、ここには高級ヘアシャンプーコンディショナーボディソープあります。シャワー等のスイッチはこちら、ワンタッチ。これがもう一つあるっていうんだからすごいです。さすが2ベッドスイートルーム。ではダブルベッドのシャワールームを見てみましょう。こちらもツインルームと同じようにアメニティ式、バスローにこちらにもあります。そして今もうお湯をため始めてますけども、向こうと同じスペース、そしてこちらにもあります。で課長へ行く専用エレベーターがありますので、それで6階へ向かいます。6しかない。6階です。下に参ります。これから朝食をいただきに2階のラクーに向かっています。おはようございます。おはようございます。はい、705、はい、4名様。はい、そうです。
サラダは取ってもらいました。パンはこのように、一つずつ袋詰めにされています。卵料理、こちらはグリル、和食ですね。なんとおにぎりをここで握ってくれます。ジュース、アイスクリーム、はい、こちらフルーツを持ってくれます。はい、ではいただきます。朝カレー。ママに怒るときと、ママに怒られる、パパに怒られると、あともう一つあるのが、あのお買い物してしに行ったときに料金が足りるかな。それはあるね。ウェスティンから、東山、北山方面を消しています。ここに平安神宮があります。今日はいい天気だ。ちょっと紅葉を見に出かけましょう。これは